どうも森チャンネルの森ちゃんです。こんにちは。今日は4月の19日で、相変わらず会社休業中で、さっきお昼ご飯買いにコンビニに行ってきたんですけど、ちょっと違和感を感じましたので外の動画を撮ってきました。はい、こちら。それでいっぱい人いる。はい、どうでしたでしょうか。さっき言った違和感っていうのが、一応今外出自粛っていうことで、まあ結構皆さん我慢して自宅にこうステイホームしている方が多いと思うんですけども、今日のこの感じは正直外出自粛になる前の日曜日とかと全然変わんなかったです。めっちゃ人いるなって思いながら、ちょっとびっくりしてしまいました。で、一応今日本ではその1万人以上コロナウイルスに感染してしまった方がいるような状況なんですけども、まあちょっとこれ見てしまうと少し不安を感じました。まあ、とはいえ私もコンビニにご飯を買いに行ってはいるんですけども、それでもそういう目的じゃなさそうな感じの人も多かったなっていう印象です。まあこれ新宿の映像なんですけども、またそうですね、ちょっと気がつくことがあったら動画を上げていきたいと思いますので、まあ、今日はこんなところで、どうもご視聴ありがとうございました。